はい、皆さんこんにちは、 JP メイヨです。ようこそ、リュウです。本日は、静岡県の、伊東市にある城ヶ崎海岸というところを紹介したいと思います。本日の、動画の絶景リストはこちらになります。2つのコースがあるんですけど、あのグリーンカーのコースの方を選びます。こっちからくらい。おお、めっちゃ綺麗。見てください。ごめんなさい、ちょっと調子に乗っちゃいました。ここは一つ目の今回の動画のスポット、絶景スポットになります。こちらはリック・ヒラネというところで、釣りで、よく知られているスポットになります。あと海もめちゃくちゃ綺麗で、この透明感はすごいですよね。もう飛び込みたいぐらいの透明力になっております。はい、では次のところ行っていきましょう。はい、2番目のスポットになります。こちらピシャ号というところで、こちらなんですけども結構近距離で、波を、見れるところです。こちらはよく休憩と、写真の撮影とチェックインのスポットになっております。で僕もこちらでちょっと自慢して、360度カメラで、撮影しました。はい、こちらになります。はい、次のところ行っていきましょう。はい、3番目のスポットはカロワーキ到来のところになります。こちらは、城ヶ崎の全体的が見れて、綺麗な海も見れます。あそこ行ってみます。先っぽ。はい、次のスポットです。カロワーキ先になります。こちらはカロワーキ到来の、まあ、すぐ目の前にあるところなんですけど、山が見えます。あ、あっちか、あっちあっち。あ、ついでになんですけど、前回僕紹介した、オムロ山なんですけど、そちらのその山の、まあ、噴火で4000年前に噴火して、出てきた海岸になります。こちら立ってるのは、まあ、溶岩の塊で、です。はい、こちら、今見てるところの、高画質の PDF になっております。もし見たい方は、この動画の下の説明欄に、僕リンク貼っておきましたので、そちらからダウンロードして、ご覧ください。今僕立てるところは一番先っぽのところになります。ちょっと覗いてみました。地面に出てくる岩じゃないか、溶岩ですね。結構鋭いので、歩くときにご注意ください。すぐに怪我とかなってしまうので、こちら結構危ないところですね。まあ、チェックインするところとか撮影する、時も、注意が必要ですね。この後ちょっと絶景を撮った、画像になります。どうぞご覧ください。
はい、いよいよ最後のスポットと、最も綺麗なスポットになります、ガロワキ吊り橋となっております。わあ、めちゃくちゃ綺麗。海岸線は全然違う風に見えますね。もうこの角度から見たらもう違う角度になっていますね。はい、こちらは遠くから撮った吊り橋になっております。この岩場も結構危ないので、皆さんゆっくり進んでください。もう一歩間違ったらもう大怪我になりますので。やっぱり溶岩でできた岩場は全然違いますね。なんかギザギザになってて、まあ、普通の岩場と言えないですね。ここから、伊豆大島を見えまして、あと、御室山も見えます。今一応僕立ってるところは一番高いですね。この辺の一番高いところに行ってきました。で、高さを想像しにくいので、ちょっと違う角度で撮ってきました。はい、こちらになります。はい、では、今回の城ヶ崎について紹介する動画は、これで終了いたします。皆さん、ここまで、ご視聴いただき、本当にありがとうございます。